さんこんにちはえ簡単初心者シニアゆっくりゆっくりシリーズ初めてのワード無料テンプレートを使って招待状作成ですえ簡単ってわざわざこう,うあの書いたということはですねあの。 無料テンプレートっていうのがワードにはついてまして、この無料テンプレートを使いますと、とてもあの簡単に、ちょっとオリジナリティは低くなりますけれどもあの、とても簡単に招待状が作ることができます。それを今回はサクッとご案内していきたいと思います。はい、手順なんですが、えー、まずワードを起動します。それから、 いつもですとここですぐ名前をつけて保存なんですがテンプレートを使う時はテンプレートを選択してから名前をつけて保存をしますでその次にインターネットから画像を挿入しますでテンプレートに必要な文章情報を入力しますそして上書き保存をしますこれだけです今回は簡単に、えー、さささっと とえー、サクサクっといきますので、えー、今までの <laughs> 書類送付上作成や、えー、バス旅行の案内状作成をされてきた方にはとても簡単にできるかと思います仕上がりなんですが例えばこんな感じまあ男性も女性もなんですけど今回はちょっと女性で女子会みたいな形でですねこういう招待状を作ってみました <laughs> これは、まああのー、女子会っていうと20代30代40代のキャリアウーマン的な方々がですねちょっとたまに気合を入れておしゃれをして、えー、おしゃれなとこでカフェでおしゃれなランチを食べるっていうイメージがどうしてもでおし,ゃおしゃべりを楽しむっていうイメージがどうしてもあ,のあるんですけどそういうものではなくてハートフルミーティング でしたのご、まあ、近所の引っ越してきた方、若いお母さんからご、えー、年配の方までみんなでですね、あのー、お,お茶なんか飲んでお菓子なんかつまんで、えー、親睦を深めましょうぐらいな感じですね。なので今回こういう形で作りました。えー、例えば、えー、もう一つですね、もう一つはこういう感じですね。 今私がこの動画を撮って作っているのがまだ、あのーえー、春先っていうかもうすぐ初夏なんですけどももうすぐ、あのー、梅雨になりますし6月になりますので季節に合わせて紫陽花いの、えー、イメージでイラストなども選んでみました。 でインターネットからですとこういうふうにフリー素材というのがありまして著作権がかかってないものフリー素材がたくさんありましてそこからイラストを拝借してこのようにいろんな季節に合わせて招待状を作ることもできますそういうインターネットから今回は画像を挿入するということもやってみたいと思います仕上がりはこんな感じです えでは早速、ワードを起動していきましょう。ワードを起動して、テンプレートを選びましょう。選んでみましょう。はいえー、では、まずワードを起動していただきますと、まあ、デスクトップにワードのアイコンがある方は、ワードのアイコンをダブルクリック。 でデスクトップにあのワードないイコのない方はスタートメニューから選んでいただきたいと思います。はい、で、えー、開くことができましたらまず今まではワードを起動したらすぐに名前を付けて保存しましょうということだったんですがテンプレートを使うときに限っては テンプレートを選んでから名前をつけて保存をしたいと思います。テンプレートを選ぶためには、今出てきました、ピヨンピヨンピヨンと出てきました。心を新規。心をクリックします。もう一回。心規新規。ここをクリックします。ここまでよろしいでしょうか。はい。 えー、では、新規、ここをですね、クリックしますと、えー、このように、オンラインテンプレートの検索という白いボックスが出てきます。でその下を見ますと、えー、コントロールキーを押しながら、ホイールをくるくるくるっと回しますと、下に行きますね。あ、それは違いですね。普通にコントロールキーを押さずに、ホイールをくるくるくるっと下に回していきますと、 いろんなあのテンプレートがあるのが分かるかと思います。えー、カレンダーとかレターとかレポートとか本当にたくさんの,あのテンプレートがありますので、この中からたくさんのものからちょっと選ぶの大変なので、必要なものをここに書きたいと思います。例えば、この四角いボックスのところのここに マウスを合わせて、クリック。人差し指をカチ。そうすると、ピコピコカーソルが出ました。このカーソルがピコピコしているときは、文字が入れられるということなんですね。で、ここで、招待状。招待状を作りたいので、招待状と入れてみます。で、エンターします。 そうしますと、招待状だけいろんな招待状のいろいろなものが種類が下に出てきます。で、この中から自分が好きなものを選んで作っていきます。では、今回はこのパーティーの招待状、括弧、熱帯、括弧というのを使って 簡単なものを作っていきたいと思います。で選ぶときは、この画像の上でクリック。そうしますと、こう出てきますので、このパーティーの招待状の横に作成っていうのがありますので、作成をクリックします。そうしますと、自動的にもうワードのところに出てきます。でこの段階で名前をつけて保存をします。 まだこれにすると決めたわけじゃないので、ここから今から編集していくんですが、まずこの段階で名前をつけて保存をします。ファイルから名前をつけて保存。で参照をクリック。今回も分かりやすくデスクトップに入れたいので、デスクトップ。で、招待って書いてありますけれども、 うん、今回は、招待状、紫陽花で作りたいと思っていますので、紫陽花の招待状、完成形と入れておきましょう。完成してないけれども、完成形と名前で入れておきましょう。 はい、今ちょっと画面を大きくしてみました。このように名前をつけて保存のダイアログボックスが出てきますので、えー、保存したいところをデスクトップ、でファイル名を紫陽花招待状完成形と書きました。でその後に、このダイアログボックスの右下の方に、向かって右下の方にあります保存ボタンをクリックします。そうしますと、これで、 名前をつけることができました。ではここから編集していきたいと思います。今ちょっと画像を大きくしましたので、この横の部分、リボンの部分が全部映ってないんですが、皆様とちょっと違うかもしれませんが、大きくして見やすいようにしてみました。はいえー、では次にですね、今度はこのフレームを選択することができましたので、 次に編集を、インターネットから編集をしていきたいと思います。あすいません、少し前後しましたが、この段階で名前を付けて保存というのを今やりました。で、次にインターネットから画像を挿入というのをやっていきたいと思います。はいえー、では、先ほど選んだ えー、テンプレートを選んだものがここにも出てますね。はい、そうしましたらこれはちょっと紫陽花にしたいからこれは変えたいと思います。なのでここをクリック。クリックしますとマウスポインターが上下左右に、えー、矢印が出てきたと思います。もう一回クリックをしますとハンドル。少しですけどハンドルが出ています。 ここにハンドルが出てます。この時にこれをデリートします。削除。デリートキー。デリートキーで削除。ここで削除をします。で、ここにアジサイのイラストを入れていきたいと思います。ちょっと小さくしますね。コントロールをしながら、こう、ホイールを下にすると縮小します。 コントロールをしながらホイールをくるくるっと回しますと拡大していきます。ではまず挿入、挿入タブ、この挿入タブ、この上の挿入タブ、パソコンの画面向かって左上のあたりにあります挿入タブをクリックします。そしてその下にあります画像の下向き矢印をクリックします。 で前回のバス旅行の時は、このデバイスからとか、ストック画像からとか選びましたが、今回はオンライン画像、ここから選んでいきたいと思います。オンライン画像をクリックします。そうしますと、えー、飛行機とか動物とかリンゴとか背景とか、いろんなカテゴリー別に写真があるんですけれども、オンラインのネットの方から撮りたいと思いますので、 このボックスのところにマウスを持ってきましたクリック。で、えー、カーソルがピコピコと出てましたら、ここに入力していきます。今回は6月を意識して、あじさいを入れて、ちょっとスペースキーを一回ポンと押しまして、イラストを入れまして、 最後に必ずですね、フリーとか無料とかですね、それを入れましょう。著作権がありますので、著作権に抵触しないように、フリーとか無料とかを必ず入れて検索しましょう。これで検索をします。でエンターをポンをしますといろんなイラストが出てきました。 で、好き好きなんですが、今回私が選びましたのは、この、たくさん出てきますね。今回私が選びましたのは、この画像でした。ここですね。で、これを選んで、好きなものを選んで、ここをクリック。で、挿入ボタンをクリック。そうしますと、このように出てきました。 2ページ目にボーンと出てきちゃったんですね。で、これをバス旅行の案内でもやりましたが、ここに、えー、レイアウトオプションというのがありますので、レイアウトオプションをクリックします。で、えー、初期設定では必ず行内になっているので、このように出てきちゃうんですね。行内ではなく、今回は背,背面に、背 ので背面を選びます背面をクリック。そうしますと、レイアウトオプションを閉じます。閉じるボタンで閉じます。そうすると、このように合ってないですよね。合ってませんけれども、このハンドル、画像を選択されているとハンドル、白い丸のハンドルが出てますので、端っこの右下の向かって右下のハンドルに 合わせますちょっと大きくしてみましょうか。はい、えー、この画像の右下、一番向かって右下の方のハンドル、この白いのに合わせますと、このような、えー、よく見えないかもしれないんですけど、 斜めの矢印のキーあの、マウスポインターになります。上下が、上下が斜めの矢印のキーになります。マウスポインターになります。こうなった時に、人差し指、マウスに置いている人差し指を押しながら、下に引きます。引いていきます。プラスに、マウスポインターがプラスになっていれば大丈夫です。 ドラッグします。下にこうドラッグしていきます。このぐらい。ちょうどいい感じ。合わせますね。ちょっと小さくしてみましょう。全体を見てみましょう。これで。コントロールをしながら、あの、マウスのホイールを下にくるくるっとやりますと、小さくなります。 このようにちょっとずれてますので、ちょっとずれたときはハンドルでこう下げてあげて、合わせてあげます。微調整をしてあげます。はい。これで画像が入ることができました。今回は、えー、簡単バージョンなので、特にアート効果などはせずに、このまま進めていきたいと思いますで。どこでもないところでクリックをしますと、 ハンドルと、えー、レイアウトオプションは消えます。はい、インターネットから画像を挿入することができましたでしょうか、はい、そうしましたら、もうテンプレートに各欄が用意されてますので、テンプレートに適切な情報を入力していきます。 はい、えー。それではここにですね、えー、適切なものをテンプレートに入れていきたいと思います。まずはこの題名ですね。これはちょっとトロピカルパーティーではないので、ここに、えー、クリックをしてですね、シフトキーを押しながら、その前にマウスポインターを持っていきまして、クリック。でこれでデリートキーを押しますと、いっぺんに消すことができます。 あ、段落まで終わっちゃいましたね。これちょっと待って。段落まで一緒に消えちゃいましたので、えー、シフトキーを押しながら、と、とから、とのところにクリックをして、との前にクリックをして、シフトキーを押しながら、E の下まで、これでデリートをすると、ここがいっぺんに消えます。とこっちで消します。で、消して、ここに、ハートフル。 これはお好きなものでいいんです。何々、えー、カラオケパーティーとかでもいいし、何々、えー、座談会とかでもいいですしね、何でもいいんで、ハートフルミーティングって私の場合は入れました。適当にご,ご自分のお好きなもの、えー、PTA、親睦会とかでも何でもいいので入れてみましょう。であとはここに自在に好きなものを入れていきます。 場所とかですね、住所、そういうものを入れていきます。でもう、あとは大丈夫なんですね。これはご自身で、皆さんでお好きなところに、こうクリックをして、バックスペースで入れていけば、まあ、例えば、ここは、えー、コミュニティプラザ。あ、じゃあ、ハーブガーデンってしたんでしたっけ、えー、ハーブガーデンとかですね。 地域ふれあいセンターとかコミュニティプラザとかですね、書きます。で、ここもクリックをして、まあ、バックスペースで消してもいいですし、住所などを書きます。何々し、まあ、ですね、住所などを書きます。 ここにはお日にちとか電話番号などを書きますで。この上なんですが、これをクリックしますと、こういう画像なんですね。これ画像が入っているこれ直線が入っているんです。例えば何か台をお誘いの言葉などを入れるときに、ここに入れていきます。でそのときにやっぱりレイアウトオプションが出てますので、レイアウトオプションで、えここでまあ、なんでしょうね。 全面,面を選んで選びますとカーソルがここの真ん中に入れられるようになります。でここで例えばえーハーブティーを違いましたハーブティーってハーブティー。ハーブティー ハーブ、ハーブティー。ハーブティーをいただきながら、楽しくおしゃべりとかですね。何でもいいので、適当に書きます。何でもいいというか、その会の趣旨というか、そういうものを書きましょう。 ご自身のセンスで、私、あまりこういうセンスがないので、こういう感じで。で、ここの下に持っていきますとあの、上下左右の黒い矢印になります。これ図ですね。これだとはみ出てますので、このハンドルを持ちまして、このおしゃべりの音符の後ろのあたりまで引っ張ります。でここもちょっと ずれてますので、これもこういうふうにですね、移動します。ドラッグすると伸ばすことができます。でこれ、プラスのもマウスポインターがプラスのマウスポインターになってますので、だいたい合わせることができますね。でここで合わせて離しますで。どこでもいいのでクリックをします。そうすると選択が解除されます。 同じように下にもですね、駐車場がありますとか、何か書くことがありましたら、ここに書いていきます。これ皆さんのセンスで作っていきます。で、これでもう終わりですね。カラオケパーティーでもいいですしね。カラオケパーティー、地域ふれあいセンター、えー、広間とかですね。そういうことでもいいかと思います。こういうふうにテンプレートを使うととっても簡単に、あの いろいろなものが作れます。では最後に、これはまだ仕上がってないんですが、皆さんで自由に書いていただいて仕上がったとします。そうしましたら最後に上書き保存をします。はいえー、では、テンプレートに適切な情報を入力することができましたでしょうか。そうしましまたら、 上書き保存をして、印刷方法は概要欄にあの以前の印刷方法を詳しく紹介した動画がありますので、印刷方法はその動画を,のを、えー、概要欄に記載してますので、そちらをご,ご参照ください。では、まず上書き保存。 はいえー、サクサクっと今回は作ってきましたが時間がないけれども早く作らなければいけないとかいう時ですねあのこ来れば来ることができるんですけれども時間がない時とかありますよねあのみんなで親睦会を開く漢字の役になっちゃったんだけど仕事忙しくてちょっと時間ないっていう時などテンプレートを使うととっても便利です。あと今回は招待状だったんですが ファックスのテンプレートとか請求書の、エクセルなんかだと請求書とかありますけど、ワードでもいろいろビジネスレターのいろんなあのテンプレートがありますので、お時間のないときは白紙から一から作るよりはテンプレートを自由にあの使って、えー、時間を短縮するということもよろしいんではないでしょうか。ではえ最後に 上書き保存やっていきたいと思います一番簡単な方法っていつも言いますけれどもマウスに手をやらずにやるのがキーボードでやりますのがコントロールキーを押しながら S S キーをポンコントロールキーを押しながら S キーをポンこれで上書き保存ができますで、マウスにで マウスの方がいいっていう方はですね、この上の方に上書き保存のボタンがありますので、うん、上書き保存のボタンをクリック。これで十分だと思います。はい、えー、ご視聴ありがとうございました。大変にお疲れ様でした。今回はえこんなに簡単にできちゃうの？ っていうテンプレート機能をご紹介しましたオリジナリティは低くなってしまうかもしれませんが時間がないときですねで、たくさんいろんなテンプレートがありますのでテンプレート一覧をご覧になって使ってみてくださいで、慣れてきましたらご自身で応用していろいろな文書作成をしてみてくださいね繰り返しご覧になられる方はチャンネル登録をよろしくお願いします また、励みになりますので、いいねもよろしくお願いいたします。また、お会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。